ソフトバンク、ソフトバンクのイメージキャラクターシラトやシラトケは、ソフトバンクの CM に登場する架空の家族である。予想外な家族のコンセプトのもと、不条理さと親しみやすさを合わせ持つ、ストーリー展開と、芸能人のみならず、スポーツ選手や文化人など様々なジャンルのほか、旬の人物から懐かしのスター、時には、ハリウッドの大物まで幅広いゲスト出演者が話題となり、 CM 総合研究所による CM 交換度調査では、スマップシリーズと合わせたソフトバンクブランドとして初登場以来常に上位に位置し、年間ランキング、ブランドオーグザイヤーにおいては2007年から2014年まで8年連続首位を獲得した。新料金、プラン、ホワイトプランを始めた時にタレントを揃える時間がなかったため、色からの連想で白い犬を起用した。 この起点から生まれたのが、白戸屋のお父さん犬であり、厳しい予算と時間制約があったために生まれた企画である。白戸のネーミングは、出演者の一人である、上戸彩の名字とホワイトプランをかけたもので、正式な読み方は、白戸家であるが、白戸屋は、ホワイト家族24とかかっており、ホワイト家とも読めるようなダブルミーニング表現となっている。白戸二郎が、 対外的に白戸家のお父さんと称されるのに順次以降の本記事における家族名の表記は一般的に通りの良い通称を優先して使用する。親族、岡山ペンで登場2008年の初登場時はお父さんが教員、お母さんが校長を務める学校2011年の2度目の登場時にはお父さんとお兄さんが授業を受けている。また、 制服は登場の度に変更されている。三年兼組学級担任は、白とジ郎。ソフトバンクのチラシなどに、名前や設定が紹介されている。制服は、男女共にブレザー。三年米組お父さんとお兄さんが授業を受けている。クラス。本人役出演のため、イカ演者名は省略。校舎は、白で、教室は木打ち。制服は、男子は、黒の爪入学生服。 女子は黒のセーラー服。前田厚子不妊クラス2013年において CM 出演している。クラスや役の詳細は不詳。制服は男子は水色の爪襟学生服、女子は水色のセーラー服。2015年において CM 出演している。お父さん、お母さん学生時代のクラス。制服は男子は黒色の爪襟学生服、女子は 黒色のセーラー服。ためエダイと秋元康氏が各教科を教えている。お母さんの持っていた卒業アルバムの交渉は白色の学割の文字に金色のタカの文字を重ねたもの。未来を感じさせる部活に励むスーパー高校生が修学する高校。制服はコバルトブルーのブレザーにストライプの赤いネクタイ。女子はチェック柄のスカート。男子はベージュのズボン。 留学してきたジャスティン・ウィーバーは、コバルトブルーの爪入りの学生服を着用している。ホワイト学割高等学校との関わりは不明。2018年では龍馬が、新任教師として採用され、学割先生と呼ばれる。正確には、本人と同盟の役での出演であり、普段の本人ではありえない行動もする。3年例組登場以降の、 ホワイト学割高等学校関係者の校も参照。福岡ソフトバンクホークスの皆さん福岡ソフトバンクホークスの前売りチケットの CM などにも海イが出演している。2011年シーズンには選手と海イがラッピングされた九州新幹線が運行された。ネーミングは偽物の白戸屋と偽時計をかけたシャレ。焚業クイズ番組体操選手権。 ボーリング大会ブティック2015年10月に始まったソフトバンクの新 CM シリーズ。キャッチフレーズはスマホ楽しいソフトバンク。登場するのはセーラームーン、ケンシロウ、アトムなど往年の人気アニメーションの主人公たちとお父さん。都会の雑居ビルの屋上で人知れず営業している一軒のダイニングバー、ムーンリバー。 美しいママのところに少し変わった人が通う店。ママは元セーラームーンで、バーにはスマホの三日月のボタンを押すことにより、エレベーターで屋上へ行くことができる。1920年代のような超豪華寝台列車に乗車したクラシカルな衣装の白時計一家。そんな中お父さんが姿を消した。乗り合わせた名探偵により、容疑者として龍馬と花が事情聴取を受ける。 走行しているうちに、第二の被害者が死亡しているのを発見。しかし、名探偵の推理により、被害者のユリアン、レトリーバーは、龍馬の人工呼吸目当てに死んだふりをしていただけだった。その後、名探偵は何人もの容疑者を事情聴取する。もう、父さんは見つからず。実は、お母さんの夢落ちだった。常識に縛られるな。年齢に縛られるな。 性別に縛られるな。大人に縛られるな。速度制限に縛られるな。音楽とスマホで僕らはもっと自由になれる。スペシャルユニット DJ フミヤ、ビギキ、長岡良介、ミホハトリ、ミヤチ、ナズの6人がボーカルを務める音楽最高という曲が存在し、2020年4月現在、ソフトバンクの公式 YouTube から聴くことができる。また、 一部のメンバーは作詞家作曲にも関わっている。コラボについて、今日、好きになりました。と天気の子とコラボしており、コラボ CM も存在する。個性豊かな4人の旅人と一体のロボットが、たどり着いたのは、慢性的なギガ不足に悩む、ギガ国だった。彼らの壮大な旅、ギガ国物語が始まる。お父さんは砂糖によりこの世界に転送される。ギガ国を出て、 新たな旅に出た岡田は、核という青年と出会った。二人の旅が今、幕を開ける。現在未来世の中の様々な人々を勝手に助けるヒーローの活躍を描いたシリーズ。後に、無制限ヒーローズに進化した。お父さんとのコンビで、勝手に助けるヒーローとして知らないうちに勝手に人の役に立つ活動をしている。学割ヒーローズ青春応援編。 スマホ PTA 編などに登場。無制限少女の異名を取るアンドロイド。松本に無制限パワーを授け、無制限に役に立つヒーローへ進化させた。このほか福岡ソフトバンクホークスを応援する CM もある。また、2016年12月26日放送のスマップ、スマップファイナルの中で、かつて CM キャラクターを務めていたスマップに対しての感謝を、 述べた特別 CM を放送した。内容は、スマップの楽曲、オリジナルスマイルを BGM に、かつて5人が出演した同社の CM 映像や、オフショットをつなぎ合わせて60秒に編集した VTR に、あんなことやこんなこといろいろしていただきました。本当にありがとう。ソフトバンクスマップとメッセージが添えられ、最後はお父さんが映し出され、さよならじゃないよな。 とコメントした。全日本 CM 放送連盟が毎年行っている ACCCM フェスティバルに2007年から2011年の間受賞作を送り出しており、特に2008年は最高賞である総務大臣賞 ACC グランプリを受賞している。ありがとうございます。